ブルーギルの離乳食。さて今日はブルーギルの離乳食を紹介します。そんなバカなと思われるかもしれませんが、ブルーギルは離乳食に適しています。それではさばいていきます。ブルーギルは3枚におろしてください。肋骨の部分は薄いのでさばくのが難しい場合は捨てちゃってください。このあたりの工程は別の動画も参考にしてみてください。鱗は皮ごと剥ぐといいと思います。刺身手前の状態です。ブルーギルは身が薄いです。このくらいのサイズ以上のギルを切り身ができました。次にお鍋にお湯を沸かしてください。水は少なめで OK です。離乳食なので塩もみはしません。琵琶湖のブルーギルはもともと臭みが少ないです。ブラックバスに比べてですが、お湯が沸いたら切り身を入れてください。臭いな。茹で上がりました。ください。そしてすり鉢ですりつぶしてください。ここで煮汁が必要になります。ドロドロのおかゆくらいになるようにすりつぶして鶏汁を混ぜてください。大体完成です。あとは冷凍パックに1食分ずつ取り分けて冷凍しておいてください。さて食べてみましょう。解凍前です。まあだいたいこんなところでしょう。いただきます。
一緒に食べよった。口開けて、あー。